い、皆さんこんにちは。ジジイのポチッとのコーナーです。はい、今回ねいいものを見つけたのはこのミニ三脚。はい、これじゃないですよ。もちろんこれでもないです。これとこれとこれね、持ってるんですけども、この30センチか40センチ、この高さになるのがね、なかなかなかったんです。もちろんこの大きいのをね、カチャンカチャンカチャンってね、組み立てても使えるんですけどもね、まあめんどくさい。はい、そこでね、この3つの三脚をカバーしてくれるミニ三脚が見つかったんですわ。はい、それじゃあ言いますよ。トラベルポータブルミニテーブルトップ三脚。はい、どこで切ったらいいか分からへんけど、はい、これですわ。はい、それじゃあ開けますね。おお、ちっちゃ、軽っ。はい、今尻のね、逆さまに折りたためですね。はい、それじゃあセットしてみたら、おちょうど30センチなのかな、これ。31センチか。はい、これにカメラをつけるんですけども、一応ねカメラは3キロまで OK やいうことで、ミラーレスながらね全然大丈夫です。はい、もちろんね足も伸びるし、エレベーターも伸びるので、横のね、はい、三脚と同じ高さまでは大丈夫です。ってことはね、この高さまで使えるいうことは、これもこれもこれも全てカバーするので、これ1個で生きるいうことですわ。一番低いとこで23センチ、高いとこで53センチまで伸びます。折りたたんだらね、500cc のペットボトルありますね。それとほぼ同じの21センチになります。はい、なぜね、いっぱい三脚持ってんのに、この三脚を買ったらいいのはね、はい、これでちょっと説明しますね。料理作る動画とかね、キャンプの動画とかで料理シーンよく撮るんですけども、この低いタイプで撮った場合ね、この自分の手ありますね。これが映ってしまって、具材が撮れないんです、全然。それでちょうどね、これよりも高い、この大きいやつじゃなくして、上から撮るようにしたくて、今回これを買ったんですわ。こんな感じでね。素材も見えるでしょ？はい。かゆいとこに手が届くサイズが、はい、これなんです。はい、正直なとこね、こんなコンパクトになって53センチまでカバーしてくれる三脚ってなかなかないんちゃうかなーってね思って、即購入を決めました。はい、もちろんね、皆さんもこの大きなサイズの三脚を持っておられると思うのですが、もう一つね、ちいちゃいのが欲しいな思うのであれば、このミラーレスも使えるね。はい、これがええんちゃうかなってね思ってるんです。はい、旅行中これだけちいちゃなね三脚やったらカメラにつけっぱなしでも迷惑にならないし、はい、素敵なね料理をテーブルの上に置いて撮る時でも全然邪魔になりませんわ。はい、詳しい情報はね、説明欄の方にまた貼っときまーす。トラベルポータブルミニテーブルトップ三脚って、早口言葉みたいな。